皆さんこんにちは、マーシーです。前々回の動画、2本前の動画で、私マーシーは両親に借金の肩代わりをお願いするという趣旨の動画をアップさせていただきました。ただいろいろ考えまして、両親に家を出てけと言われましたので、いろいろ考えた結果、借金の返済を肩代わりしてもらうよりも、まずアパートの初期費用を両親に負担していただこうかなと、それをお願いしようかなと考えております。ただね、アパートの初期費用といいましても結構な額になるじゃないですか。で、私マーシーの現在の置かれた立場、状況、経済力を考えますと、正直今の経済力では私マーシーはアパートの初期費用を捻出することは厳しいので、両親にお願いするという苦渋の決断をいたしました。で、具体的にどのぐらいの額かと言いますと、まあ、最近はね、敷金礼金なしのアパートとかありますが、ただ敷金礼金がある可能性もありますので、敷金礼金約 3ヶ月分、家賃は4万円で計算しております。家賃は4万円ですので、敷金礼金は約合計12万円です。そして正直ね、コロナ不況です。そう簡単にすぐに仕事は見つかるとは思えませんので、約4ヶ月分の家賃も両親にお願いするということになります。その額は16万円です。あと一人暮らしすると言いましても、様々な家具家電が必要となりますので、洗濯機、電子レンジ、炊飯器、冷蔵庫、この4点は必須となりますので、この額が地元の山田電機行って見てきたんですよ。合計8万3000円です。敷金、礼金、そして家賃4ヶ月分、家電、電子レンジ、炊飯器、冷蔵庫、洗濯機4点。それを全て合計しますと36万3000円になります。切りがいいところで37万円が最低ラインということになります。まあ、できればね、40万円ね、本当に自分で喋ってても本当に最低だなって、本当に何やってるんだろうって思うぐらい情けなくなるんですけども、最低37万円、理想は40万円、もっと多いことには越したことはないんですよ。40万円よりも多いことに越したことはありませんが、最低37万円のご支援を両親にお願いすることにいたします。やっぱし両親からしてみれば、まずはね、私マーシーに自立してもらうことで仕事が長く続くんじゃないかっていう、多分そういう考えでいると思うんですけども、私マーシーも一人暮らしは本当にしたかったんですよ。ただこのような経済力では難しいので、今回このようなことを両親出ていけと言われて、まあある意味ね、これをプラスに変えて一人暮らしをすることによって YouTuber としてもそうですし、一社会人としても成長できるのではないかなと考えておりますので、そのような方向で考えております。これからもね、応援のほどよろしくお願いいたします。以上、マーシーでした。